はいどうも、坂根ダブルス日記です。よろしくお願いします。今回の動画はですね、サイドチェンジの動作なんですけども、基本的なサイドチェンジではなくて、結構追い込まれている状態でのサイドチェンジの使い方を紹介したいなと思っております。かなり上級編になってますので、トライできるかどうかちょっとわからないですけども、もしねぜひ機会があるのであればトライしてみてください。そしたら本編スタート。はい、そしたらね、本編の方スタートしていきたいと思います。で、これ何の練習してるかというとね、まあ、手前の部分は省略してるんですが、球出しでストレートに打つ。まあ、ラリー中にストレートアタックした状況ですね。その時に、向こうの前衛の人がセンター深くですね、こういう時に、前の人が気が利かしてね、チェンジをすると、ストロークの人っていうのはストロークしやすくなるんですね。なので、こういうちょっと練習をしています。まあ、まずは完全にできるというよりかは、イメージ作りやと思って、今回ね、こういう練習を、しました。結構みんなはね、やったことがないようなパターンなので、結構戸惑ってましたけども、やればやるほどね、やっぱだんだん順応してきてできるようになってきました。で、ここで一つ注意点なんですけども、あえてチェンジをする考えではないです。なので、もしセンターね、甘くなってきたら、もちろん、クロスが、まあ、前にいる人は、ボレーでカットしてあげた方がいいですね。相手チェンジしちゃうとね、後ろのストロークの人も、ってなってね、焦っちゃうんでね、できれば、手は出してあげてほしいと。まあ、これぐらいの角度やったら、もう全然、動いちゃっていいと思います。で、もう一つね、ここから、見といてほしいのは、配球によって、完全に、相手の方が有利になる。こういう形ですね。ちょっとでもね、浮いたりとか甘くなってくると、結構もうケアされてしまうので、これはボレーの方が強くなりますよと。なら、ストロークでどうやったらね、強い形になるのかっていうと、まず一つはスピードで押していく。まあ、これはまあまあ、わかりやすいですね。で、もう一つは、こっから逆クロスの方向に、今の方向ですね、低く配球する。結構大事ですね。で、もう一つは重要なのは、ロブをうまく使っていく。まあ結構僕ね、ロブをうまく使うっていうのは言ってますよね。で、今これ見てください。やっぱロブ使うとね、形勢逆転していきますよね。はい。次からバックサイド見てみましょう。今これ今打ってるのが坂根です。今こうやってね、今いい形でね、入りましたね。なるべく浮かさないで、浮かすならロブ。これ抜けてますね。はい。こういう形も OK ですね。ちょっとスピード、ブラインドね、ペアをブラインドにして打つのも一つありですね。やっぱロブはね、絶対うまく使ってくださいね。どんな時でもね、どんなパターンでもね。はい、こうやって浮けばもうチャンスですね。これもやっぱね、これ全員注意してほしいのは、浮いたらね、絶対決めに行く気持ちは持ってくださいね。どうしてもね、ちょっと緊張してしまって、打たない形、入れに行こうっていう形が多くなる方結構多いので、試合中でどん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 ね、打つ練習もチャンスあったら決めに行くよって気持ちでどんどん練習してください。そうしないと慣れないんでね、絶対もうできるときはもう絶対に決めるようにしましょう。そしたらね、本編の方、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。